森原康氏は日本のプロデューサーである。神奈川県立厚木高等学校、青山学院大学経営学部を経て1984年に株式会社テレビ東京に入社。演出局に配属され、ギルガメッシュナイト、アイラブスマップ、アの貧乏脱出大作戦等のバラエティを中心とした番組を担当。ギルガメッシュナイトでは、 深夜25時15分からの放送にもかかわらず、最高視聴率9.4%を獲得。当時ブームであったセクシーアイドルユニット、セクシーメイツのプロデュースも手掛け、ギリギリガールズを含めたプロモーションビデオの監督も務めた。アイラブスマップのコーナードラマ、ドラマチックスマップでは、木村拓哉、香取慎吾の共演に加えヒロインに、水野美希を起用し、現在では、 伝説のドラマと言われている、好きなのに、を監督。この作品の脚本は、現在映画監督として高い評価を得ている、小林正宏である。プロデューサーとしては、日曜ビッグスペシャルなどといった2時間スペシャルものに、加え、モーニング娘。が、初 MC となった、ミュージックスや、スーパードリームライブ等の音楽番組を担当するなど、ジャンルにとらわれない。 幅広い政策活動を行っている。ありがとうございます。